図研の過去利益は2010年度をそこに反転成長。なぜ？白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回は図研株価どうなるというテーマでやっていきたいと思います。はい、結論横ばいというのは今回の結論です。ぜひ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、まずということで、まあ、図研ですね。まあ、どんな企業なのかということなんですけど、はい、一言で言うとですね、まあ、設計ソフトを提供している会社ということです。はい、すなわちですね、まあ、顧客企業の設計開発を支援するソフトを提供している会社。それが今回の図研という会社ですね。でなおということで、まあ、図研が特に強いのは、まあ、電子機器ですよね。まあ、例えばパソコンだとかスマートフォンだとか、まあ、そういう電子機器にまあ使われている、まあ、緑色のプリント基板を作るための設計ソフトだったりですね。もしくは、まあ、自動車の中はですね、まあ、人間の体のなんかこう血管とか神経みたいな感じで、まあ、電線っていうのが張り巡らされているわけですけど、まあ、その電線の設計ですよね。まあ、どういうふうに、まあはっきり言ったら自動車の中の電線をですね、まあ、組み上げていった方がいいのかという、その組電線の設計とかですね、まあ、こういった設計開発をするのを支援しているソフトを提供しているということです。はい。ちなみにということで、まあ、電子機器ですよね。だからパソコンとかスマートフォンの、ね、電子機器に使われる、まあ、プリント基板ですよね、を設計するとした場合の、まあ、設計開発の工程としてはですね、まあ、大きく4工程ということですね。一つはまあ構想設計ということで、まあ、じゃあどういう課題、どういう問題を解決するための電子機器っていうのを今から作るのかという、まあ、いわゆる企画ですよね。まあ、アイデアを出して企画を立てて、じゃあ今度の製品っていうのは今までの製品に比べてこういう課題、こういう問題を解決するための電子機器っていうのを作ろうということで、まず構想を設計しますということですね。はい。そして実際に回路を設計するということで、じゃあそのですね、まあ、回路、例えば緑色のプリント基板にはですね、まあ、いっぱいいろんな半導体っていうのがいろんなところにこう配置されるということになるわけですけど、その回路図っていうのを設計するっていうのが回路設計ということですね。はい。で、実際回路がですね、まあ、設計できたということであれば、じゃあ具体的にどこの部分にどういうですね、まあ、部品っていうのをですね、当てはめていけばいいのかということで、まあ、部品の当てはめ、部品の配置をする、まあ、基板設計っていうのを行いますということですね。回路設計で回路図を作って、そして実際回路図上に、まあ、部品っていうのをですね、まあバーチャルで、仮想上で、まあ、配置していくということをですね。はい。そして実際一応一回基板が、まあ、設計できたということなんですけど、それを実際は、まあ、目に見えない仮想の設計図っていうのを実際目に見える物理的な製造っていうのに落としていったときに、まあ、製造工程を考慮してですね、じゃあ本当に、まあ、しっかりとこう、それが設計通り製造できるのかという、その製造工程を考慮した上での製造設計っていうのを行って、で実際にまあ作ることができるか、設計図通りしっかりと製造することができるかっていうのを検証する、まあ、こういう工程ということですよね。だから設計工程をさらにまあ 4つに分解すると、構想設計ですね、どういう部品、どういう電子機器を作りたいのか、で回路設計ですね、回路図を作る、で基板設計ですね、回路図の上に実際にまあ仮想上で部品っていうのを当てはめていく、そして実際に物理的に作れるのか製造設計、そして実際それを検証するということですね。まあ、これが大きく設計のまあ4工程ということになります。対して、まあ、設計ソフトっていうのはですね、まあ、大きくですね、まあ、今回の図研はですね、まあ、2種類を提供しているということなんですけど、まあ、時代的に古いのは1950年ぐらいからですね、まあ、実際にまあ世の中にまあ出始めていた CAD と呼ばれているまあソフトをですね、はい、この CAD っていうのはコンピューターエイディットデザイン、つまり A はエイディット。助ける支援するというソフトですね。だから基本的に設計は人間がやるっていうのが前提ですということですよね。ただ人間がやるんだけど、その人間がやる設計を支援するためのソフトっていうのが CAD というソフトです。だからまあ人間が例えば計算をするって言った時に、まあ電卓っていうのがあった方が圧倒的に計算が楽っていうのとまあ似たような感じということですよね。その設計支援ソフトの CAD ですよね。まあこれは時代的に古くからですね、まあ世の中には登場し始めてます。
ましたということで、1950年代60年代ぐらいからですね。で、1980年代以降ってなると、まあ、もっとですね、まあ、はっきり言ったら、まあ、人の役に立つ、ソフトっていうのも、まあ、世の中には提供され始めていて、まあ、それが EDA と呼ばれている、まあ、設計のソフトということですよね。はい、今度の A っていうのはオートメーションの A ということですね。エレクトロニックデザインオートメーションということで、まあ、電子機器をデザイン設計するのを自動化するためのソフトですね。だから CAD の A はエイディット、助ける支援する。で、EDA の A はオートメーションで自動化するということです。だからもうはっきり言ったら、その設計のある一部分、ある一工程に関してはですね、まあ、ほぼほぼもう全部ソフトで自動的にやりましょうという、まあ、そういうソフトっていうのもまあ出てきていて、まあ、今回の図鑑はですね、まあ、この CAD と EDA をですね、設計ソフトという形で顧客企業に提供していますということです。はい。なので、例えばということで、まあ、CAD で支援して、まあ、EDA で自動化ということですよね。なので、最初どういう製品を作りたいのか、どういう電子機器を今度作りたいのか、その電子機器では今まで解決できなかった課題とか問題のどういったことを解決したいのか、まあ、そういう企画だったりアイデアを出すということに関しては、これはまあ基本的には人間の役割なんですけれども、まあ、それをですね、まあ、一部、まあ、わかりやすく目に見える視覚化するみたいな感じで、まあ、支援する、まあ、CAD っていうのを例えば提供したりとかですね。で、次の工程の回路図に関しては、じゃあまあこういう問題、こういう課題を解決するためのこういう電子機器を作りましょうというのが決まったならば、じゃあその問題を解決する、その課題を解決するための回路図っていうのをまあソフトに自動でまあ書かせるということですよね。まあ、これは EDA で、まあ例えばその工程っていうのをまあ自動化を図るということですよね。はい、そしてその後回路図が出来上がっているということであれば、その回路図にじゃあどういう部品ですよね、だからどこの部分にどんな半導体をどういうふうにまあ組み合わせて置いていけばいいのかということに関しても、まあ基本的には EDA で例えば自動化を図るとかですね。はい、そして最後実際それができました、でもそれが机上の空論になってないかと、仮想上で実際それが論理が成り立っていたとしても、本当に製造現場でその仮想のですね設計図通りちゃんと作れますかということで、製造工程を考慮する製造設計、そして実際の検証、こういったことっていうのは最後やっぱり品質に責任を持つのは人間なので、まあ、人間がやるわけですけど、まあ、その品質の最終決定っていうのの支援をするためのソフトで、まあ、例えば CAD で支援するとかですね。だからやっぱり設計なら設計って言った時に自動化っていうのを結構測る部分っていうのはできるわけですけど、とはいえやっぱり人間もやっぱりどうしても関わると、特に一番最初と最後ですよね。どういう課題、どういう問題を解決するための機器を作りたいのかっていう企画、そして最後その製品に対して責任を持つ、保証する、そういった部分の人間の役割っていうのは依然として重要性はあるわけですけど、途中工程のですね、回路設計とか基盤設計というところに関して言うと、かなりソフトによって自動化を図ることができているということですね。はい、またということで、図鑑の売上地域っていうのを見たときに、日本企業が売上の約7割ですということですね。その他は欧州が 17.8 ということになってます。はい、そしてですね、図鑑の売上構成というふうに見たときに、はい、基本的にはソフトを提供する会社なんですけど、ソフトの販売が約6割ですね。はい、そしてソフトを売った後に提供しているサービスっていうのが約4割っていう、そういう売上構成になってますということです。はい、つまりですね、製品販売ですね、こちらの方はソフトを提供するということですよね。はい、そうした時に、こちらの方ははっきり言って年によって変動っていうのは起こりうるわけです。はい、基本的には新しいソフトっていうのを何らかですね、購入していただいて初めて企業にとって売上が上がるということで、売上の種別としては変動的な売上ということになりますよね。はい、ただ実際売上が上がったならば、そのソフトっていうのをですね、ずっと顧客にですね、使い続けていただく、で使っていただいている間っていうのはそのソフトの保守だとか、もしくは新しいバージョンに更新するだとか、そういうサービスっていうのを提供してますということですよね。はい、こちらの方はまず利益率が高いっていうのと、基本的にはですね、例えば月額料金とか年額料金っていう、いわゆる定期的な料金、サブスクリプション、サブスクっていう形になるということですよね。だからどっちかって言ったら利益率はこっちの方が上がりやすくなるということですよね。だから基本的には設計ソフトを作って、で顧客企業に販売して、で1回変動的な売上っていうのが計上されて
で、そのソフトっていうのを使い続けていただくっていうことであれば、もう定期的に保守とか更新作業っていうのを行うことによって、毎月毎月安定的な月額料金っていうのを受け取るという、まあ、こういう2段階の収益構造になってますということですね。はい。よってですね、まあ、図研とはどういう会社なのかっていうのを、まあ、この時点で一旦まとめておくと、はい、図研っていう会社は日本の製造企業に対して設計ソフトを提供して、ソフトの販売代金と、まあ、保守運用のですね、まあ、もしくは更新作業の、まあ、サービス料金というのを受け取っている会社、まあ、それが今回のですね、まあ、図研という会社ですということです。はい、ではですね、まあ、図研ですけれども、まあ、24年第2四半期決算ということですが、まあ、最高益を更新してますということですね。はい、でなんで最高益更新できたのかということなんですけど、まあ、基本的には売上が右肩上がり傾向になっているということです。はい、ならばですね、まあ、図研じゃあ今後はどうなっていきそうかということなんですけど、はい、まあ、今回の分析の結論としては、株式市場のまあ利益予想のですね、まあ、予測っていうのを超えるのはまあ難しいというふうに分析しています。はい、利益成長する可能性はかなりあるんですけど、市場予測を超えるかというふうに言われると、まあ、超えるのは難しいというのが今回の結論です。はい、で理由としてはですね、まあ、大きく今回は2点挙げています。1つは外部要因、もう1つは内部要因ということですね。はい、で外部要因としてはやっぱり顧客のですね中心、まあ、売上の中心がまあ7割日本企業であるということが1つです。でもう1つは内部要因としてはですね、まあ、この図研という会社は販管費が非常に重たい企業になってしまっているということです。はい、で最初にということで、まず外部要因の日本企業ということなんですけれども、図研の過去利益っていうのはですね、2010年度をそこに反転成長してますということです。だから2010年まではっきり言ったらですね、まあ、業績っていうのはそんなにいい企業ではなかった。でそれに対してまあ時価総額株価っていうのもはっきり言って良くなかったんですよね。低迷してましたということなんですけど、そこから基本的には増収増益傾向になってですね、まあ、右肩上がりの傾向になってますということです。だから2010年をそこにまあもう一回増収増益傾向で反転成長しているのが、まあ、今回の図研という会社だということですね。はい、でなぜ2010年で反転攻勢できたのかということなんですけど、はい、これは図研のですね、まあ、設計ソフトに対する需要に該当する日本企業の設備投資が2010年度をそこに回復したということですよね。だから2008年にリーマンショックが起きました。2009年にドーンと落ちました。で10年をそこに、そこから日本企業のですね、まあ、例えば製造業なら製造業の設備投資っていうのがまあ回復してきたということですよね。だから基本的にはこの日本企業全体の設備投資の傾向と図研のですね、まあ、結局業績傾向っていうのはほぼほぼまあ等しい傾向、要するにまあ相関関係っていうのが確認できるということです。はい、ちなみにということで、まあ 再度掲載ということで言うと、やっぱり図研にとって一番大きな売上っていうのはまあ7割は日本企業で上がっているということですね。つまり、まあ、図研の業績っていうのは日本企業の設備投資需要次第っていうところが非常に大きいということです。はい、ただですね、まあ、日本企業の設備投資っていうことで言うと、まあ、長期で見た場合、まあ、90年代のバブル期がピークということですよね。はい、なので、まあ、このグラフっていうのはですね、まず棒グラフに関してはですね、これは日本企業の設備投資の金額っていうのをですね表してますということです。はい、で赤の折れ線グラフっていうのは企業がですね、まあ、はっきり言ったら貯めている、まあ、内部留保ですよね。まあ、いわゆる貸借対照表のですね、まあ、利益剰余金に該当するような数字ということです。はい、そしてで黄色、まあ、オレンジに近い黄色っていう部分は日本企業が持っている現預金の推移ですね。で最後の一番下っていうのが、まあ、経常利益の推移ということになってるんですけれども、はい、赤のですね内部留保、つまり企業が貯めている、まあ、利益剰余金に関してはこれは明らかに右肩上がりですよね。だからつまり日本企業っていうのは当期純利益をですね、どん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 、まあ 純資産の利益剰余金という形で数字をですね、まあ、積み増し続けてるっていうことは言えます。はい、ただ設備投資に関しては棒グラフということなんですけど、じゃあ棒グラフが一番高いのはどこだったかって言ったら、やっぱり1990年代の前半なんですよね。だから1989、1990、1991、このぐらいが一番日本企業が大きな金額っていうのを設備投資、土地建物機械設備にお金を出してましたということです。でそれをまだ現在は超えてないということですね。
つまり日本企業のお金の使い方っていうことで言うと、まあ、バブル崩壊前っていうのは、まあ、銀行借り入れしてでも、まあ、設備投資、土地建物の機械設備っていうのに対してお金を出してましたということですよね。まあ、理由は簡単で、日本っていうのは、まあ、過去の20世紀昭和の時代っていうのは全部右肩上がりだったからということですよね。人口も増加傾向ですよね。で、まあ、結局物価とか土地の値段、地価とか物価も右肩上がり傾向、株価も上昇傾向ですよね。会社の業績も上昇傾向、右肩上がりみたいな。だから基本的に全部人口とかですね、土地の値段、地価、株価推移全部右肩上がりだったわけですよ。まさにジャパンアズナンバーワンの時代ですよね。でこの頃っていうのは、まあ、はっきり言ったら将来は今よりも良くなるってことが前提なので、だからどんどん積極的にお金を借りて、その借りたお金でどんどん将来に対してですね、土地建物機械設備に対して設備投資して、後でもっと大きく利益を上げるっていう、そういう考え方っていうのが、まあ、ある意味当たり前、常識だったわけですよね。それがバブル崩壊前でしたということです。しかしバブルが崩壊しましたと、1990年に株、91年に不動産、バブルが崩壊しました。そうすると、まあ、今度はもうね、日本企業は銀行借り入れにできるだけ頼らないということで、まあ、むしろ借金を、銀行からお金を借りるよりは返済っていう方に力を入れていったということですよね。逆にちゃんと企業として1年単位で利益、当期純利益っていうのを残して、それをまあ利益剰余金という形で積み増していく、まあ、そういう内部留保っていうのをまあ重視しましたということですよね。で内部留保が増えたっていうことになるわけですけど、じゃあその内部留保で、まあ、得ることができた資金ってどうしてるんですかって言ったら、まず企業は現預金っていうのを結構ですね、手厚く持つ傾向がありますということですよね。で余ってるお金に関しては、土地建物機械設備への積極的な設備投資というよりは、例えば社債とか株式とかで、まあですね、投資用有価証券みたいな感じで運用するっていう割合が増えてますということですよね。だからめちゃくちゃ保守的になってるということです。はい。なので、日本企業の設備投資っていうのは成長というよりは回復っていう状態が、まあ一番現実に近いということです。だからまあリーマンショック、2008年のリーマンショックが起きて、2009年でガーンと下がって、まあ、それからずっとアベノミクス以降ですね、まあ、はっきり言ったら回復してきてるっていうことなわけですけど、まあ、かつてのように、まあ、すごくこう積極果敢に攻めるような土地建物機械設備への設備投資っていうところまではまだ行ってないということですね。はい。まあ、日本企業の設備投資が力強い成長をしてるということは、まあ、言い難い状態ということです。はい。そしてですね、まあ、もう一つですね、まあ、図研がですね、まあ、株式市場のまあ利益予測を超えるのはまあ難しいっていう判断してる、まあ、もう一つの要因っていうのは、これ図研自身の内部要因ということになるわけですが、これ販管費ということですね。はい。で図研のまあ本業の営業利益率っていうのは 12.6% ですということですね。でまあ平均 7.2% に比べればまあ低くはないということですよね。この 7.2 っていうのは全部入ってますから、まあ、ありとあらゆる、それこそね、外食とか、まあ、そういういろんなですね、まあ、全産業を合わせたまあその平均で 7.2 っていうことと比べればまあ低くはないんですけれども、まあ、原価率が低いソフトの提供会社ですよね。例えばまあ外食とか食品とかということになると、もう原材料の仕入れっていうのがまあ物理的に発生しているわけですよね。例えばまあ資源だったりとかですよね、鉄鉱石だとか石炭だとか、ですね、まあ、もしくは小麦だとかですね、大豆だとか、まあ、そういう何らかの、そう物理的な実態があるまあ資源とか原材料の仕入れっていうのがソフトの設計ソフトっていうことであればないわけですよ。基本的にはまあ無形の商品ということになりますよね。だから原価率っていうのが日本企業全体に比べると圧倒的にまあかからない、まあ、そういうまあ設計ソフトの開発会社が図研ということなわけですけど、まあ、その原価率が低いソフトの提供会社とした時に、まあ、利益率、本業の営業利益率はまあ決して高いとは言えないということですよね。はい。で理由はもう販管費が多いということです。はい。すなわちですね、まあ、人件費と研究開発費っていうのがすごい重たいということですよね。はい。なのでまず給料手当ですよね。はい。それからまあ2つ飛ばして賞与引当金ですよね。で役員賞与引当金ですよね。で退職給付費用ということなので、まず人件費がめちゃくちゃ重たいということです。はい。でもう一つはまあ研究開発費っていうのが重たいということで、まあ、人件費と研究開発費でも販管費の大部分っていうのを占めてますということです。はい。結果ですね、まあ、図研のまあ生産性ですよね、まあ、従業員1人当たりの本業営業利益ので
ですね、まあ、割合ということで見たときに、はい、288万円というふうになってます、はい、つまりですね、生産性ということで関して言うと、平均300万円の顧客企業を平均288万円の図件が生産性向上で支援してるっていう、まあ、そういう状況になってるということですよね。御社の生産性を向上しませんかと言ったときに、まあ、DX ですよね、デジタルトランスフォーメーションで生産性を上げませんかとしたときに、ね、弊社のですね、まあ、設計ソフトを導入すれば御社の生産性向上にですね、まあ、貢献できますみたいな、まあ、そういうまあ商売ビジネスということになるわけですけれども、まあ、よくよく考えると実は顧客企業の方が生産性は若干まだ高いということです、はい、正直ですね、まあ、図件の方にも生産性向上のまあソリューションですよね、解決法っていうのがいる状態っていうのが数字上の現実ということです。なので、まあ、図件が株式市場の予測をですね、まあ、超えるのは、まあ、外部要因として、まあ、売上の7割っていうのを、まあ、日本に依存してるっていうのが一つ。だから日本の設備投資需要次第っていうところがあるというのが一つですね。もう一つは、まあ、お金の使い方として人件費とですね、まあ、研究開発費という販管費が非常に重たいということで、生産性は決して高い企業ではないということです。はい。よって、まあ、図件をまとめていくと、はい、まず図件は今回最高益っていうのを発表してますということで、これはもう単純に売上が増えた増収効果ということですよね。はい、そして外部要因ということで言うと、まあ、地域売上の7割っていうのは日本ですということです。だから日本の設備投資需要に大きく依存してますということですよね。はい、で内部要因ということで言うと、販管費と研究開発費が重たいということです。はい、そしてまあ結果的にはですね、まあ、図件はまあ利益成長する可能性はかなり高いんですけど、じゃあその利益成長って株式市場の予測を超えますかと言われたら、まあ難しいというのが今回の分析です。はい、であれば図件はですね、まあ、期待を超える利益成長を見通せないということであれば、利益の合計金額である企業価値の向上も見通せないということですね。はい、で結果、まあ、時価総額株価の上昇も見通せないということです。はい、株式市場は短期では単なる人気投票機、しかし長期だと価値測定機ということで、はい、図件今後の株価はですね、4200円近辺で横ばいというふうに予想します。はい、ということで今回は図件株価どうなるというテーマでやってきたんですけれども、結論は横ばいというのは今回の結論です。そして最後に大事なお知らせを3点させてください。1点目ですけれども、白坂のメルマガ登録特典ということで、はい、株式投資で資産を10倍にする方法など特典動画を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、そして2点目ですけれども、まあ、EV 戦争の覇者ということですね。はい、こちらはまあ無料 ご紹介動画ということで、まあ、広告案件になります。はい、今来ている大波 EV 電気自動車に関連して EV 戦争の覇者という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、そして3点目ですね、 AI 革命 2.0 ということで、はい、こちらもですね、まあ、ご紹介動画広告案件になります。はい、これから来ると大いに期待されている AI に関連して、まあ、AI 革命 2.0 という価値の高い動画講義を無料にてお受け取りいただくことができます。もし内容に興味関心があるという場合は、概要欄よりあなたのメールアドレスをご登録の上無料にてご視聴ください。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。こう